論理を武器にするということはビジネスの世界での成功に不可欠です。この戦い方では明確な理由と証拠をもとに決断を下し、説得力を持って提案を行います。勝つためにはただ事実を並べるのではなく、相手の立場や感情を理解し、それに応じて論理を構築する思考術が求められます。問題の核心を見極め、客観的なデータや事例を用いて相手に理解しやすい形で情報を提供することが重要です。さらに予測や仮説を立て、それを裏付けるためのロジックを組み立てることで議論に対する準備を整えることができます。論理的思考はビジネスにおける意思決定の鋭さを増し、競争優位を築くための鍵となります。ビジネスでは論理を使って意見の食い違いや誤解を解消することも必要です。相手の主張に対しては構築した論理で反論を行い、自分の案をより魅力的に見せるためには相手の意見を取り入れつつ、それを上回る提案をする技術が求められます。また論理的思考はチーム内でのコミュニケーションを促進し、一貫性のある意思決定を可能にします。実際には論理だけではなく感情や直感も大切ですが、それらを論理的フレームワークで補強することでより説得力のあるビジネスパーソンになれます。論理を駆使することでビジネスの紛糾した問題も明確に解決へと導くことができます。中でも重要なのは、相手が納得するまで根気強く説明を続けること。しかしそれには相手の知識レベルや関心事を把握する洞察力が不可欠です。またビジネスにおいては論理的な思考をベースとしつつも人間関係を重視することが欠かせません。相手を尊重し、信頼関係を築き上げることでより強固な提案が可能となります。論理と人間性を兼ね備えたビジネスパーソンはどのような状況でも冷静に最適な判断を下すことができ、最終的にビジネスシーンで勝利を収めることができます。成功をつかむためには論理的な思考を鍛え、それを実践に生かすことが欠かせません。毎日の問題解決や意思決定において論理を基盤としたアプローチを取り入れることで、自身の能力を高め、チームや組織全体の成果にも寄与することができます。最終的に論理を武器にビジネスの紛争や挑戦に立ち向かい、勝利を勝ち取るための思考術を習得しましょう。勝つための論理的思考術をさらに深めるには批判的思考の磨き方も知っておくべきです。全ての情報を鵜呑みにせず、常に背後にある意図や根拠を問い直すことが重要です。情報のソースを確認し、複数の視点から物事を検討する。また自身のバイアスや前提条件を意識し、それらが判断にどのように影響しているかを自問自答する癖をつけましょう。そして論理的誤謬を避け、正確性を追求することでより強固で説得力のある論理を構築できるようになります。批判的思考を鍛えることは論理的思考能力の向上に直結します。これは議論やプレゼンテーションの中で相手の意見や主張に対して柔軟にかつ鋭く対応できるようになるために不可欠です。具体的には相手の論点を正確に捉え、それに対する反論や補強を的確に行う能力を身につけることが重要です。この過程で自分自身の考えを深め、より説得力のある論理を展開できるようになります。ビジネスを戦う上で論理と批判的思考を駆使することで問題解決や意思決定の精度を高めることができ、成功へと導く鍵となります。